はい、ハロー YouTube、 皆さんどう過ごしでしょうか。ということで病院の方に行ってきました。尿検査して、レントゲン取って血液検査して、あと CT スキャンとかって言ってたんですけど、なんかそれじゃないよって言われて、 CT スキャンではないよって言われまして、まあその内臓のね、内臓カメラっていうんですかね、あれをやってきました。結果としては何の問題もないということでね、ほっとしたという感じなんですよね。病院ってね、ずっと行ってなかったんですよね。で、そして私の場合はずっとね、もうそれこそ10年以上、15年とかずっとお酒を使って、自分もお酒飲んでイエーイみたいな、テキーライエーイとかやりだして体を壊した、瞬間もありましたけど、そういうことやってた身だったんでね、ずっと、まあ、病院行ってなかったし、あと怖かったんですよね、病院に行くのが。絶対なんかあると思いましたし、何かね、腫瘍があるとか、お酒生活習慣で、自分の体を悪化させていった何か集大成的な何かが自分の中にあると思ってて、それが怖くてね、ずっと行ってなかったんですけど、まあ結果としては何もなかったと。まあ、強いて言うんであれば中性脂肪がちょっと高いぐらいで、そういうふうに言われて、で、ってことはもう OK ってことですかって言って、ああそうですよ、はっはっみたいな感じでみんなで笑って、まあ、終わったんですよね。だから、まあ、僕自身が勝手に緊張してて、心配がってたっていうのがオチやったんですけど、いや本当に良かったです。あの不安とかの原因ってやっぱりその不安、なんで不安なのか原因が分かんないからね、その不安が不安を呼び、自分の中でねその不安をどんどん強めていって、どんどん不安っていうものに苛まれていくっていうところってあると思うんですけど、まさにそういうところだったんで、自分の場合はそのお酒、その生活習慣から来る何かで、自分自身の体の不具合があるんだと自分自身でずっと思っていたので、はい、最近そういうふうに思ったわけじゃなく、この何年か前、5年とかそんぐらい前ですかね、そんぐらいから思ってましてね、体がなんか重いぞとかね、そういうちょっと不具合ですかね、まあそれが年齢的なものなのか、いや違うであろうっていうふうに思ってたんで、余計に、まあそういうふうに何かあるんじゃないかなというふうに思ってたんですよね。で満を持して、今回タイミングだったんでね、行ってみたら、やった、さすが俺の体、私のこの完璧な体はちゃんと健康を保持してくれていたし、私自身がやっぱり日々メンタルをねケアしながら、健康のこともね結構気に使ってる方だと思うんですよね。まあ、それは外面的な健康もそうですけど、まあ、内面的な健康ですね、メンタルケアの方は結構やってる方なんで、はい、まあ、その原因としてはメンタルがね、一時崩れちゃったんでね、そこから気をつけてやってるつもりです。そのおかげもあって体もちゃんとそれを応えてくれた、心と体はつながっているので、ちゃんと心のケアができていたんだなというふうに思いましたね。はい、そしてそれが、体が反応してくれたということで良かったです。そんでね、皆さんもぜひ定期的にね、まあ、僕たまたまめちゃくちゃ超久しぶりに病院行ったからね、こういうふうなこと言ってるだけなんであれですけど、定期的にメンテナンスいた方がいいと思いますね。まあ、バイクとか車でもメンテナンスするじゃないですか。アクセサリーとかでもね、磨かないとちょっとくすんでいったりもするわけですし、まあ、歯とかもね磨きますからね、まあ、歯磨きは毎日して、当たり前のことかもしれないですけど、健康は決して当たり前のものじゃないということなんでね、ちょっと違和感があった時にはやっぱりググったりね、ネットでとかで調べるとかでもいいと思いますし、やっぱりやっていった方がいいと思いますし、健康がないと楽しめないということですからね。Thank you.